まあ、そういう人たちにおすすめできるかっていうことを、うんうんうん、まあ、いろんな観点から正直にレビューして、うん、高め、これ高めね、高め、うん、で英語話すときって日本語って考えてますか？僕は考えてないね。これ統計で 100% 出てくるんですよ。どうだい、始まりました。もじゃチャンネルです。今回はですね、あつさん英語のあつさんにおいでいただきました。よろしくお願いします。今回ですね、あつさんがなんとですね、参考書というか単語帳、はい、を出したということですね。Distinction 2000、はい、っていうのが出たので、うん、こちらをレビューして。レビューしてほしいなと思って。はい、本当に正直にレビューしてください。はい、はい、わかりました。全然、これめちゃくちゃいいんで買ってくださいとか、ジャンプいいんで。そうですね。そう。プロモーションでもないし、捨て間でもありません。本当に正直なこと言ってください。はい、前にね。あ、そうです。なんか今までね、ディスティンクション1と2っていうのは出してて、まあ、これはネイティブと、いわゆる日本で得られる英語力のギャップを埋めるっていうことで、はい、まあ、日本では習わないけど、ネイティブをよく使って表現を集めたっていう単語帳。はい、なんですね、そことはガラリと変わっ て、ね、土台となるような語彙力っていうのを鍛えるっていう意味で、うんうん、まあ、収録語彙に関しては今ここにたくさん、はい、森哲さんの、ね、秘密の部屋にたくさんあるこういうターゲットとか速読英単語とか、まあ、こういうのにかなり似てる鉄壁、ね、うん、はい、この辺にかなり似てるので、うんうんうん、いわゆる今後英語学習していく上で本当に基礎となる、はい、根幹となるような語彙を鍛えるっていうような英単語帳になる。一番の特徴は、帯にもこうアカデミックとプラクティカルを最高のバランスでって書いてるんですけど、まあ、私は個人的にはコア1000キロっていう単語帳なんですけど、まあ、他にもまあこういう英単語帳って結構フォーマルでアカデミックな内容が多いと思うんですよね。で、自分は受験が終わってから英語じゃ実際に話そうとした時に、こう頑張って受験期に覚えた英単語もなかなかこう使えなかったし、実際会話とかでどこで使われるんだろうっていうイメージがあんまりつかなかったんですよ。なるほど、なるほど。それで、まあ、自分の単語帳では、まあ、アカデミックな例文も入ってるんだけれども、各英単語に対して、まあ、めちゃくちゃプラクティカルな、はあ、普段使うんじゃないかなみたいな例文を収録しているんですね。ああ、なるほど、そういうことですね。うん、だから、インスタとかツイッターとか、ウーバーイーツとか、なんかそういう、結構最近の、うんうんうん、まあ、みんな、まあ、若者がすごいファミリアであるような、うんうんうん、コンテンツを題材にして、例文とかも作ってる。なるほど。ということですね、それぞれの見出し語があって、見出し語の例文が実際使うようなものになってるってことですね。そうですね。うんうんうん、だから、こう、ターゲットとしては、受験とか、英語試験資格だけ、まあ、突破できればいいやっていう人ではなくて、はい、それが終わった後も英語学習を続けたい、うん、そして実際に英語をせっかくから使えるようになりたいって思ってる人をターゲットにしてる。それに対してこっちになんか普通の文がついてますね、最初の。そう、これはまた違ったコンテンツ。そう、これは各チャプターの扉にパッセージがあるんですけど、一応40のセクションがあって、まあ、それぞれ学問分野決まってて、この場合だとこれ舞台芸術なんですけど、その舞台芸術に関するパッセージがあって、それがまあ4つの文章に分割されて、ああ、それぞれの段落が、そうそうそう、ああ、載ってるわけですね。で、これはかなりアカデミックな内容なんで、うん、まあ、この辺にある単語帳によく出てくる英文と似てるかなっていうふうに思います。うん、この絵は何ですか？マイケル・ジャクソンとか言いますけど、ね、ああ、このイラストは別にこれで英単語を覚えるっていうんじゃなくて、はいはい、このイラストを一回こう読んだことのある英文を、うん、このイラストをヒントにしながらもう一回アウトプットしてみましょう。あ、なるほど。で、そうするとこう日本語を介在させないで英語をアウトプットすることができる、うん、で、英語話すときって日本語って考えてますか？僕は考えてないですね。考えてないですよね、はい、だけどこう日本の英語学習ってこう英語日本語に訳すとか、うん、日本語から英語に訳すっていうので、そうですね、そう、こう日本語を常に改ざさせてしまうっていうのがあるので、うん、まあ、そういうのをできる限りなくすためのこう練習をするようなヒントとして入れているっていうのが、うんうんうん、この目的ですね。その単語選定されてるのをチェックすればいいですか？あ、そうですね。大学受験、はい、をしようとしている人に向けて、こういろいろ授業がされていると思うんで、そうですね、まあ、そういう人たちにお勧めできるかっていうことを、まあ、いろんな観点から正直にレビューしていただけるといいなって思うんですよね。はい、なるほどね。ほう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 。結構レベルの高いのも載ってるんですね。マーチの当然レベルも入ってますが、総計レベルの単語が結構入ってる。感じですかね。こいつら、こいつらとか言っちゃう。この子たちは。この子たちよりも、総計の難しい単語が入ってるって感じです。なるほど。ちなみにそれぞれ、なんか、難しさ結構違うんですか？はい、結構熟知してますね。まだ
トン結構鉄壁は幅広く、うん、まあうち動画も出てますけど、まあ、厚さも違いますし、うん、乗ってる収録語彙のレベルが高かったりして、収録語彙のレベルが高い。でこれもそうですね、リンガメタリカ、リンガメタリカもこれもレベル高めっていう感じで、うんうんうん、さらに速読英単語はこれの上の上級編っていうのがあって、うん、でそれらがまあかなりレベルの高い3冊になるかなと思います、ね、うん、なるほど。でまあ基礎的なものとしてよく言われるのがそうですね、シスターって感じですね。これはリープはアウトプットできるようにもっていう風にできる4技能系のやつ。なるほど。だからまあスタンダードになりやすいのがまあ速単とか速単システム、学校でまあ採用されてるのもいいし、であとは社会人とかはこのデュオとかもね、うん、結構使ってる方多いかな。なるほど。韓国ではめちゃめちゃ売れてます。あ、そうなんですね。これもう韓国でめちゃスタンダード、高め、これ高めね、高め、うん、だこれらに入ってないのも入ってます。例えば、あ、そういうの分かるんですね。例えばこれ入ってたら言われちゃう。入ってんじゃねえかって言われたら、統計でいつも絶対出るけどあんま単語帳で見ないなっていうのが、うん、このですね、アンダーライン、アンダーライン、アンダーラインっていうのはこれ統計で 100% 出てくるんですよ。うん、絶対出てくるんですけど、あんま今回10人いるんですよ、ネイティブ。へえ。10人かかってるんですけど、まあ、それでみんなで話し合って入れる入れないっていうのを考えて、あ、これだって入ってない。独特の上級とかアンダーライで、アンダーラインが、まあ、あ、派生語で入ってますね。派生語で持ってる感じですね。アンダーライがターゲットもアンダーライで持ってますね。なるほど。アンダーラインっていうこの ING 系でよく出るんですよ、うん、なるほど、そうなんだよね、はい、あー、エグザルトとかもね、はいはいはい、難関では出ますから、うん、出題、今年2020年も出題されてますね、エグザルト単語だと思います。これはどうですか。あ、ファティーグとも、まあ、ファティーグとも、まあ、早計だったら出てくるとか、意外とこのチョアが出てきて、チョア今年も出ましたけど、どこだったかな、どっかチョア出題して、うん、多くの人知らないっすけど、チョアは日常使うじゃないですか、うん、チョアはどういう感じで使います、家事、家事、家事、雑用、雑務、うん、そうそうそう、ですよね。でだからなんかやんなきゃいけないからって言って、そうそう、ちょっと今日遊べないみたいなと、アメリカ留学してて、うん、である男の子がその子の女性のこと好きで、うん、まあ、僕はその人と付き合うことになったんですけど、後に。おー、で、この人が、この人が確か、この男の子がその女の子を誘った時に、断られてた時に、この単語を使う。うん、ハウスフォーチョイスしないといけないから、やんなきゃいけないからちょっとダメってそう、絶対嘘だなと思いながら聞いた単語ですね、うん、ただチョーとか、あのだからエランズとか、エランズ、はい、エランズとかを結構やっぱ生活の中で聞いた感じ。なるほど。そうそう、レメディーとかもね結構出るんですよ。レメディー解決するの意味で、うん、結構出てきますから、総計レベルめちゃくちゃ教えてるんでいいんじゃないですか。コンプレヘンシブとかも重要ですよ、総計。あ、リスペクティブオブとかね、もうしょっちゅう出題されますから。うーん、いや入試に使えますよ。使う、ちゃんとどのページにも出て、レジットとかも出題されますからね、総計だと。アンスティミュレイティングはあんま見ないですけど、まあ、スティミュレイティングは出てきますし、スティミュレイティングも出題されますからね、うん、あ、これレベル高い、レンダーとか。いやだからそう、ディスティンクションとだいぶ違うなっていう。そう、全然違う。ディスティンクションはいわゆる使うやつですよね、普段の使うやつで、あんまり日本人が知らない。うん、総計の法学部ではめちゃくちゃ出るんですけど、あの慶応の方ってことですね。そうです、そうです。慶応の方のあの会話、ね、会話問題、ね、そう、あれめちゃくちゃイディオ多いんで、あそこはね、ほんとむちゃくちゃな問題なんで、はい、そう、あそこにはめちゃくちゃ当たるんですけど、答えさす気ないだろみたいな。だから普通に入試に出る表現がいっぱい入ってます、うん、お世辞抜きです。ちゃんとどのページを見てもその入試で重要な単語がちゃんと出てますよ、うん、受験で使える。はい、使います。で、総計、マーチから総計。そうだね、うん、総計、国立の中でも難関、難関には使えますよ。左上の英文はどんぐらいの大学のレベルだと思います？あ、左上扉に全部書いてて、あ、そうか、扉に全部載ってるのかね。そう、それを読んで、これそんなに難しくない。ただ Utilize とかは総計レベル。ちなみに英文が難しいっていうのは何で判断するんですか？単語と文構造、うん、単語と文構造の、はい、うん、文構造はこれはそこまで難しくないかな。あー、でもやっぱり難関国立、まあマーチでもこれぐらい出すところはあるけども、マーチよりはやっぱちょっと難しい。だから総計の英文よりは優しいです。総計の英文よりは左上
UI は優しい。優しい、うん、ただまあ単語は難しいのももちろん。単語は難しいのも。難しいのも入ってるけれども。マーチ、国立。はい、うん、それぐらいかなって。あ、ファブリックとかね、よく出るんですよ、これ。ファブリック。絶対この構造、基盤の意味で絶対教えるんですけど、布じゃないから、総形で出るときは、構造の意味で。基盤、基本構造とか、そういう意味で出題されるから。なるほど。だからそっちがちゃんとね、載ってる。だからほら、お世辞抜きでこうやってパッと選んだところでも、ちゃんと私が総計の授業で教えるのが出て、うん、はい、大丈夫、大丈夫だと思います。じゃあ、総計よりは、左上の言い分は少し簡単だけれども、他の。結構ね、難しいなって思ったんですけど、総計ってめっちゃむずい。すごいね。めっちゃむずい。これより難しかったらすごいですね。なるほど、なるほど。じゃあ、そうですね。だから、総計で使えると。うん。総計志望者も、使えますよ。なるほど、ありがとうございます。結構レベルの高いところまでをカバーしてるっていう感じだと思いますね。ありがとうございます。はい。